はいどうも、マサトマシン YouTube チャンネルマサです、前回商品紹介の動画を撮った時にですね、一応ちゃんとマイクも立てていい音で撮れるようにって工夫したんですけども、全然いい音で撮れなかったので音部分だけ撮り直そうということで、本日ですね、もう一回来ております。で今回カメラマンは三つくいゆうやくん、見せている自分のことはい、ご存知の方もいるかもしれませんね。フローティングレートノードというバンドでギターを弾いてもらっております。はい、で何が問題だったかっていうと、前回の時はですね、マイクを8本も使うということで、スタジオにある PA、 まあそういうやつですね、ちょっと撮ってもらっていいですか。そこにマイクをつないで、で、まあ、ステレオアウトプットって言ってね、あの1個のファイルにして音声のファイルを出したわけです。ちょっと専門的な話してるけどついてきてくださいね。で、太鼓類に立てたマイクはすごいうまく取れてたんですけど、問題は、はい、ここの2つね。これ、オーバーヘッドマイクと言います。ドラムのレコーディング用語で言いますと、これはですね、普通コンデンサーマイクというですね、電気を通してこう出力を上げるマイクを使わないとうまく働いてくれないんですよ。で、ちょっと前の動画も差し込みますけど、前回の時はここ普通のね、シュアの57のダイナミックマイクで撮ろうとしたら何の音も入ってなかったですね。全然撮れてなくて、で、この辺の音は良かったんですけど、このシンバルの音が叩いてもなんか遠くで鳴ってるみたいな感じになっちゃったので、ちょっとこれは使えないということで、演奏部分だけ取り直してきました。で、今回ちゃんとコンデンサーマイクを持参しましてですね、これ私のスタジオから持ってきたけど、オーディオテクニカ AT2020 AT2020 って呼ばれるやつですね。非常にこう安いんですが性能のいいコンデンサーマイク2個オーバーヘッドとして持ってきて、で今回はその音を取るのにですね、ちょっとオーディオインターフェースとは言いませんが、携帯できるこのレコーダーを持ってまいりました。これ Zoom の H6 だったっけな、 H6 だと思うんですけど、はい、これを、使って4チャンネルで音を取ります。オーバーヘッド2つで、スネアとあと バースドラムですね、この4つで取ろうと思います。で、この H6 非常に優秀なのがこんなコンパクトなんですけど、ファンタム電源がついてまして、さっきも言いましたけどコンデンサーマイクは電源がないと、ちゃんと動作してくれませんので、なんとこれこの 小型なのに42ワットくらいまで、間違ってたらあれですけど出しますけど、電源を送ることができます。なんでバッチリ動作してくれると。はい、でここで皆さん思うかもしれません、そんな面倒くさいの使わなくてもヤマハのっていうのがあるじゃないかっつってね、あるんですよ。で、あれ確かに便利なんですよね。ここにカチッってつけるだけで全部の音が取れるんですけど、あれで取るとね、あれの音になるんですよ、誰が叩いてもだからその良くも悪くもやっぱヤマハのね、非常にいいところであり、僕はちょっと冒険心が少ないところだと思うんですけど、全部80点なんですね。だからそのマイクで撮ると全部そのヤマハのヘイヘイヘイ10の音なんですよ。10まで行っちゃいましたけどで、それだとあまりにも味気ない、自分で後々いじれないっていうこともあるので、でもね、あれも確かやっぱ1個のマイクで撮るから、もうオーディオ1個のファイルで出てくるんですね。で、これ4個セパレートのトラックで出てくるので、後々例えば音楽ソフト、編集ソフトとかで音をいじるっていう時も非常に使いやすいと思います。なんで今回僕はこれを選びました。ですから、まあ簡単な方ね、機能性とかを重視するドラマーさんは、まあ EAD10 ね、言っちゃいましたけど EAD10 の方がいいんでしょうけど、まあ、僕みたいにちょっとそれじゃあみんなと音同じになっちゃうし違いを出したいっていう方は、ぜひこのね Zoom の H6、 まあ H8 とかまであります。まあその数が確か、XLR のマイクケーブルをつなげる数なんだったと思うんで、だから H8 になると多分8個つなげたりとかするんですね。で、これも H6 なので、追加のアタッチメントつけたら、ケーブルが6本までつなぎます。ただ今回は4つでということで、ちょっとじゃあどんな音かの検証ということで、今これ GoPro で、予約を取ってもらってますが、 GoPro の音とこれで取った音をちょっと検証してみましょうということで、はい、じゃあ録音ボタンをポチッと押しまして、
取れてるかな。はい、取れてますね。はい、じゃあちょっと簡単なビートを叩いてみます。いきましょう。聞いてみましょう。でしょうか。今ね GoPro で撮ったのと、Zoom の H6 で撮ったのを聞き比べていただきましたけども、やっぱここまでねしっかりと音が分離して違いが出るので、私これ、非常に買ってよかったなと思っております。今後もたくさん使っていこうかなと思いますので、ぜひ音にこだわりたい、他の人たちとは、違う音でドラムを撮りたいという方はぜひこれ、私これ何のスポンサーもしておりません。 Zoom さん仕事ください。宣伝してますよ。はい、ということで、今回は新しく買ったこの Zoom H6 ハンディレコーダーの、レビュー動画でした。それではまた。